どうも皆さんこんにちは、アッスーさんです。毎日、家帰る前にスポーツ新聞を買って帰るんですけど、皆さんもご存知の通り、ちょっと一面を見てびっくりしました。野球漫画家の水島新司先生が引退という記事が大きく出てまして、ちょっと個人的にびっくりしましたので、ちょっとこちらの方でちょっと思い出をね思い出話をちょっとしたいと思うんですけど、僕が東京に上京してからね、20歳か21歳ぐらいの時に、草野球のちょっと試合で一番最初にその頃出会ったんですけど、それからね、当時アブさんっていうお店のマスターもね、水島先生のチームにいらっしゃって、それでよかったら居酒屋でアブさんっていう居酒屋にやってるから遊びにおいでということで、そこから当時ね大学行ってるし野球もやってたんで、お金が全然ないんだけど、ちょっとねアルバイト代を持って遊びに行くことがきっかけで、マスターとね従業員の方とちょっとお世話になって可愛がってもらったっていう、そういうね歴史があるんです、思い出があるんですけど、そこからね僕もボッツというね、今も解散してないんですけど、そこの草野球チームに入れていただいて、これがまたね入るきっかけが、当時ちょっとアブさんで飲んでいまして、お前明日休みか、アルバイト休みかって言われて、あ休みです、ちょっとなボッツの試合があるからお前見に来いと見に来いって言うんで、うわ結構深酒して飲んでるのに、分かりました行きますと。それで吉祥寺の方のグラウンドで、ちょっと会社のどこの会社かちょっと忘れたんですけど、そのチームのダブルヘッダー、それで僕は見てるだけかと思ってたんですよ。そしたらそのボッツってホームとビジターのユニフォームがあるんですね。それで当時アブさんの厨房の先輩がビジターのユニフォームを持ってきていて、お前これ着ろって言われて、はっ？僕出るんですかっていう。それでねライトで8番だったかな、いきなり急遽出ることになりまして、それでね9打席ぐらいで 2試合で8三振ぐらいしたんですよ。僕全然球が当たらなくて、本当に、ね、いわき状態です。球がね3つにも4つも見えちゃって気持ち悪いし、全くお役に立てずに草むらの方で一人寂しく着替えてたんですね。そしたら三島先生がツカ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 ってきて、鈴木君君は平日ちゃんと試合来れるかなと、毎週アルバイトに調整すれば来れると思いますけどっていうお話をしたら、背番号何番がいいっていきなり言われましてです。それで当時ね阪神タイガースの岡田さん右打ちなんでね、じゃあ16番でっていう、当時ボッツのユニフォームって南海ホークス緑の下が白でそういうユニフォームだったんですけど、いきなり16番の水島先生のボッツのユニフォームを作って、入団という形になった経緯がありまして、そこから、お店を僕ね始めるまで14年前にちょっとずっと長年お世話になってたんですけど、まあ僕みたいなこんな突拍子もない性格なんで、もう行くたんびに怒られた思い出しかないんですね。あとねもう一番思い出に残ってるのが、朝7時ぐらいまでちょっと居酒屋で、新宿の居酒屋で飲んでまして、それで今日試合だから帰るよっていう、もうすぐ帰るっていうことだったんですけど、ちょっと関東遠征最後だから付き合ってくださいよってちょっとある友人に言われて、まあ、付き合ってたのがちょっとね間違いでしたね。家帰ってユニフォームに着替えてちょっと寝ちゃったんですね。10時試合開始なのにグラウンドに着いたのが10時半という、もうやらかしてしまいまして、それじゃなくてもいつも遅刻してて、いつも毎回一番年下なのに怒られてたっていう。それでね僕の顔を見るなり脇からコソ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 ーっとベンチの方にいると、ギョロッ鈴木ちょっとこっち来いと。それでねお前飲んでたなと、もう否定のしようがありませんよね。真っ赤な顔して酒臭いし、なって言われたかというと、ベンチで寝てろって言うんですよ。マジでいいんですかと。わかりました、もう気持ち悪いし眠いし、神宮外苑って草野球場ってちょっとね3段4段ぐらいのこうだん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 その一番目のところでクワーッと本当にガン熱してたんですよ。で対戦相手が大学生のチームだったかな。それで寝てたらキャッチャーの先輩がポンポン、鈴木君先生が代打って言ってるんだけどって言って、この状況で寝てたし
体動かないし気持ち悪いしボール見えないんだけどと。それでねバットをトロマのようにズルズル引きずりながらバッターボックスに入ってパッと見たら球が速いんですよ。これ3回バット振ってベンチに帰ろうと思っていたら相手のピッチャーがスライダー投げてきまして、それでバットに当たっちゃったんですね。それがでレフトオーバーになっちゃいまして走るじゃないですか、ランニングホームランになってベースを踏んで一ボクサーに気持ち悪くなって、あの大きなゴミ箱があるんですけどそこで僕まあいわゆるリバースしちゃったわけですよ。それを見て精神なるグランドで吐くとは何事だと怒られましてね。まあそういう思い出がありますけど、お前のアブさん具合を見てやると。で代打で送られたんですけど、まさかバットに当たるとは思いもよらなかったというね。あのアブさんも高校の時にねホームラン打ってホームインした瞬間にヘルメットを脱いでそこに戻すリバースするっていうねシーンがあるじゃないですか。まさにその状況になってしまいましてね、まあいろんな思い出がありますけどね、まあ、本当に数限りなくちょっとねお世話になった思い出がありまして、だから今回ね新聞の一面で漫画絵を描く世界に引退って書かれてたんで、まだちょっと情報は収集してないんですけど今現時点ではね、これ当日なんですけど、これやっぱり真っ先にねちょっと体調をちょっと心配するじゃないですか。でもなんか記事によるとですよ、今のところまあそうではないということで、まあねどうちょっとこれだけ何十年もお世話になっててどうしたらいいかなと思ってちょっと自分なりにちょっと今ね迷ってるところなんですよね。うん、それが今現状なんです今。はい、まあいろいろとちょっとね過去のちょっと思い出にこれを撮るまでちょっと老けてたわけなんですけども、もういろいろとありすぎて思い出が、はい、まあ、どうしようかなっていうことなんですけどね、まあ思い出もいっぱいありすぎて今ちょっと何を喋っていいかも本当に分からない状況です。まあとにかく家にいきなりお疲れ様でしたって行くのもちょっともしかしたらご迷惑かもしれないですし、ちょっと何かね情報が欲しいなっていうまあ感じが素直な今の心境なんですけどね。うん、まああとはねすごい満島先生ってもともとすごいヘビースモーカーだったんですけども、ちょっとあることがきっかけでピタッとタバコをやめられて、あとはあの先生の昔アトリエに遊びに行ってすごいアトリエでもう漫画をね描いてるシーンをこうやって椅子に座りながらちょっとね拝見している間にいつの間にかアトリエで僕寝てしまうっていうね、そしたら皆さん誰もいなくなっちゃってスタッフが、でマネージャーさんに起こされてあの吉祥寺の駅でご飯をごちそうになって帰るっていうそういう思い出もありましたし、あと僕ね甲子園にねお店立ち上げるまで毎年行ってて、三塁側のねよくあの右バッターが立つとあの映るじゃないですか観客席が、そこに僕いつも座ってたんですよ。それでそれが野球仲間でちょっと浸透してもうみんな知ってるんで、甲子園大会が始まると夏の大会みんな僕を探してくれるんですね。それであのいつも水島先生があの僕のことを見つけるらしくて、一度ね朝僕第一試合から行くんで朝方ねあの電話かかってきたことがあるんですよ。それでと確かにあの暑い中僕うどん食べてたんですよね。そしたらお前うどんよくその暑い中でうどん食えるなっていうね、そこまでわかるんですかっていう、うん、だから甲子園が始まるとお鈴木行ってんじゃねえかって朝ねあのみんななんか朝方書くらしいんですよね、朝方まで夜中に書くことが多いらしいんですねお仕事で。それでね甲子園が始まるとテレビをつけて鈴木いねえかっていうことをね僕あの聞いてました。はい、だからね北海道の田舎から出てきてそのアブさんの四谷三丁目居酒屋のアブさんっていうお店のねマスターと出会って、それでボツという水島先生のチームに入ることになって、こんな何十年もお世話になると思ってませんでしたし、人との出会いのご縁というかね、そういうのをすごいなんか身に染みてます、あの改めてね今ね、うん、なのでちょっと今日のね一面の新聞を見て
いや本当にびっくりしてるところなんですよ。で、ちょっといろんな方、いろんな方というかちょっとね、数人にそのお話をしたところ、どうしたらいいんだろうっていうお話をしたら、手紙がいいんじゃないかと、いろいろ事情もあるだろうから、スーさん手紙出したらどうですかと、あ、それいいなと、うん、今ちょっと感じてます。今このご時世で手紙ってなかなかないじゃないですか。なのでちょっと思い出しながらね、手紙をちょっと書いてみようかなと思ってるところなんですけどね。まあ野球好きな人以外でもね、というか野球やってない方でもやっぱりね、ドカベンとかアブさんとか、僕小さい頃はね、野球教の歌から始まったんですけど、あ、違うな、あれだ、藤村甲子園だね、うん、そっからだ、僕始まったの。ずーっとやっぱり水島漫画で育ってきた僕も一人なので、これ本当にもう引退って書かなくなるんですかね。なんかそこがちょっと急にですけど、えっていう感じですね。はい、ということで唐突なね、ちょっと動画になってしまいましたけども、はい、また改めてね、ちょっとなかなか満喫とか行く機会ないんですけど、ちょっと改めて読み直してみたいなと思いますね。アブさんの中であのドラフトのシーンでね、阪神タイガースのドラフト1位のところでね、僕の名前を使ってくれてたりとかね、アブさんが飲みに行くシーンでね、実際に石井さんとか誠さんとかいろんな実在する人物がね登場したりね、まあ、そういうところもすごい楽しみであったりして、うん、皆さんもぜひまたね呼び返して、楽しんでいただきたいなと思いますけど、現場からは、はい、以上です。ということで、なんかお疲れ様でしたって個人的には言いたくないんですよね。またなんか先生のことだから、よし、そうだな、久しぶりに書くかっていう、僕はそっちの方が大きいと思ってます。多いんじゃないかと思ってます。まだなんか、はい、よし久しぶりに、よし、ちょっと面白いこと書かなから読み切りでもいいんで書こうみたいな、僕はまだ全然期待してます。はい、ということで、お疲れ様、まだ僕は個人的にはちょっとだから言いたくないので、はい、現場から以上です。それではまた違う配信、何かありましたらしたいと思いますので、よろしくお願いします。現場から以上です。はい、失礼します。これは僕がね30歳ぐらいの時ですかね、神宮外苑のこれは桜かな、うん、30歳ぐらいですね。懐かしいですね。この写真も、いただきました。この写真も、神宮外苑のリーグ戦のね、当時ボッツ時代の一コマの写真なんですけど、これ相手がね、おそらくね、神様っていうね、極楽の山本くんとかココリコの遠藤さんがいたチームですね。懐かしいな、これも。これが、3年ぐらい前かな、神宮外苑でね、先生が野球やってる時にご挨拶に久しぶりにお会いした時の、その時のね写真です、これ。はい、めちゃめちゃ元気、うん。それでね、開口一番ね、鈴木結婚したかって言われたのを今でも覚えてます。